Google ブック検索。ネット業界大手の Google が実際の書籍をデータベース化し、中身を検索可能にするというサービス。著作権が切れていたり、著者や出版社の許可を得たりした世界中の書籍をデジタル化しています。しかし最近、著作権をめぐり問題になっています。一体今何が起こっているのでしょうか。Google は当時、無断で書籍をデジタル化させたとして、アメリカの著者や出版社から集団訴訟を起こされていました。その後和解に向かい、Google はアメリカ国内で絶版本の全文表示とデータの販売が可能になり、書籍の権利者はその利益分配がもらえるという見通しになりました。つまり、絶版本を古本屋で探さなくても、データをネットで買えるようになると Google は説明しています。ところが、日本の書籍がアメリカ国内で流通していないことを理由に絶版扱いになり、特に権利者が意思を示さない場合、自動的に和解に応じたこととみなされ、Google は全文の表示が可能になるということです。この Google の方針について、乱暴ではないかと、日本の著者や出版社は激しく反発し抗議しています。この今の状況について、福井健作弁護士にお聞きしました。ある意味乱暴は事実だと思うんです。ですから感情的な反発を感じる方がたくさんいるのも頷けるところがあると思います。ただ同時に思うのは、そのことに感情的に反発するのにとどまっていてはいけないなというふうに思うんですね。おそらくは書籍のネット流通は今後ますます本格化するのは、間違いない、もしくは可能性が非常に高いと思うんですよね。よってそれに対して、読者と作家と出版社にとって最適の書籍の流通システムっていうのは一体何なのかってことを、考え、それに備えることの方がずっと喫緊だし重要じゃないかなっていうふうに思うんですよ。 Google の和解案、注目点はどんなところでしょうか。米国でね、この書籍の再流通のシステムとしてこれが成功するかどうか、日本語書籍がどうとかじゃなくて、こういうビジネスそのものが成功する、成功すればそれは必ずや他国にも影響を及ぼしますよね。だってうまくいっちゃったわけだから。でその時にそれをどういうふうに迎え入れるか。それでは日本の書籍業界はどうすればよいのでしょうか。キーになるのは契約関係の整理、やっぱりこれはキーになる。日本ではこれまでいい意味でも悪い意味でも権利関係は曖昧でした。曖昧で共同体的でした。それはそれですごくいい面がある、あるけれども、どうも牧歌的な時代は半分は去った。よって、より本音で両者が話し合って、で、一体オンライン配信における作家と出版社の位置取りっていうのはどうなんだということを決めていくべきだと思います。それこそが本当の差し迫った課題じゃないかなという気がするし、出版、いい本を生み出していくというシステムが生き残れるのか、あるいはより良くなっていけるのかっていう、いわばそれが決め手になるんじゃないかなっていう気がするんです。今回の Google ブック検索をめぐる問題は、やがてやってくる書籍のデジタル流通時代への対応を考える一つのきっかけになるのではないでしょうか。